かっこいい。D みたいなやつ。さあ。どうしようかな。あい高等リポートまだ次は。はい、来たわ。鹿児島県出身の吉田仁人です。お願いします。どんな人？なんか優しいねって言われます。ミルクはいい意味でバラバラな個性が詰まってます。朝起きるときはどれ？スマホですけど、お母さんに起こされます。異性のドキッとする仕草は髪の毛、耳にシュッってやつ。頼りになるメンバーは佐野くん、隼人です。ちょだらしない大地ですかね。もうこんなことならちゃんとやっておけばよかったということは、はあ、最近思いっきり笑ったことは大地がドッキリに引っかかったことですかね。こそっと嘘をついてください。僕女の子なんです。歌う時のポイントは、もう日頃のお母さんへの思いを。振りのポイントは、ゴリアッタ、アリアッタをお客さんと一緒にやってほしいですね。一週間だけメンバーと入れ替わるのは誰がいい？水木ですかね。なんかあの身長とあのおしゃれで、夏といえば、やっぱな山でバーベキューじゃないですかね。ジェットコースターは僕乗れないんですよ。怖くて、最初気絶しちゃいました。やってみたアルバイトは居酒屋でアルバイトですね。一番きついと言われてる。今謝りたいことは、そうですね、迷惑かけてお母さんごめんなさい。学校の教室どの席が一番好き？窓側の一番後ろです。ついやってしまうこと、大笑い。はい、ありがとうございました。最後の決め顔ってもう、あ、すいません。